待たせました、皆さん。ウミルちゃん、じゃあみんな寂しくなっちゃったね。ごめんね。待って、タワー、ソータくんだけで合ってる？あれ、もう一本ある？あれ？ソタ君だけでやってる？ OK？ 1本か、さっき2本になってたんだよね。よし、ちょっと暑すぎて見て偉くない？ほにゃーん、危ない。見ていただきます。ちょっと暑すぎて、本来もっと上手にお椀持てるんですけど、ちょっと暑すぎてこのような形でいただきます。いただきます。自分で作ったの。おねるちゃんはこんな上手に人参を食べると思いますか？いえいえ、なんか豚汁の素が売ってたんだけど、お肉がなかったから野菜スープ。恥ずかしいからミュートにしよう。
ちょっと待って、あまりにも無音すぎたから一回休憩します。私もちょっとお腹いっぱいになってきちゃったので、手が真っ赤になった。お椀の跡ができた、丸。おててのメモは、あのタワーをくださった方のお名前です。おいしい、とってもおいしい。あのね、あの卵2個も入れたの、ほわほわって。ゆるちゃんめちゃかわいい、ありがとう。ひかるさん、ペン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 ギン、ありがとう。もうちょっとお腹減ったら残り半分を食べます。うん、そう、美容室で髪を可愛くしていただきました。さんちゃん、くまみみん、ありがとう。そうだよ、自分でご飯作ったんだよ。でも野菜とかはもうね、あの用意されていたものです。豚汁の素っていうセットが野菜コーナーにありましたので、半分自分で作りました。はい、でもさ、バスケットボールって、バスケットボールのボールになるんだよ。当たり前じゃん、だってユニフォームだったらちゃんとユニフォームって書くもん。そう、ご飯食べてるのまだあと半分あるから、もうちょっとお腹空かせる、頑張って。そうの、そう、もうね、許してほしい。野菜をね自分で切るのはちょっと難しい。できるよ、でやればできるけどね、だって夜中にさ、こんな時間にさね、トントントンって自分のために作る日もいいけど、お休みの日だったら作れるけど、今日はできない。そう、アイス2個食べたの。でも本当に寒すぎて震えてた、一人で。パジャマパジーズの歌歌ってたよ、嘘で。うん、うわわ、うわうわわ、たくたくちゃお、うわわわわわわわいわいとでり、うわわわいわいとやちろ、ううわわうわうわわ、さくさくちゃお、うわわわわわわいわいとね、転調するよね。うわわわいわい、どらちの、うわわうわうわわ、さたくたくちゃお。最近ずっと聞いてるの。ちいかわを見ると元気が出るの、アニメとかの。そう、後ろのやつ、これはリボンだよ。これもリボン、これもリボン、リボン大好き。モモンガも好きだよ、みんな好き。推しはけん玉おじさん、みんな好き。モモンガの真似できるよ、似てないけど。くるんでみろっていうやつと、なんだっけ、ふんわりってやつ、ふんわり、くるんでみろ。褒めろ、褒めろ。みんなにこんなこと言えないよ。え、ねえ、うさぎのおめめのキラキラのやつ見てよ。
ってなってた。漫画もちゃんと見てる。たまには行ってみてほしい。褒めろ褒めろ、ハメ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 、言えないよ。リクエストがありましたら。吉野家、うん、くるみちゃんがコラボするんだ、すごい。泣いちゃった。ハチワレそこにいる。私は自分でクリスタルパズルをね作ったの、3匹の。パジャマパーティーでまた歌ってるし、いつでも歌うよ。ううまわうまうわわたくたくちゃお。うわやややわい、ここはちょっと曖昧。わいわいとねり、うわわわいわい、とらちろ、たらちろ、そう、水色、ハチワレみたいな色だね、水色と白で。かわいい。イメージはラスラス。タラチラ。お祝いしましょう。おめめキルキル。今日いつもよりちょっと大きいカラコンなんだよね。グレーのカラコンつけてる。髪型かわいい。かわいい、やったやった。そう、カラコンはちょっと痛いですよ今。リボンヘア、リボンハーフツイン、と私が帰ってくる途中でちょっとぺしゃんこにしてしまい悔しいけれども、めちゃめちゃ可愛いカラコン。いや、痛いっていうかね、目が乾いちゃってるね。あの子に似てる、可愛いよねあの子。なんさんくまみみ、ありがとう。そう、ラスラス、ラスラス発売したから、そうラスラスっぽいネイルにしたくて。初めてだよ、なんか水色とか色付き、めっちゃ色という色。チキンライスいいね。レクイエムの黒衣装、嬉しい。うわー、ネイル迷うね。レクイエムっぽいネイルもしたいな。ツアー期間中できるかな、どっかで。初日とか、黒やりたいな。じゃららちゃー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 、このポーズが映えますね。大好きってやってる。このハートが難しくてね、もう何回もずっとやってた。もうあの染み込ませるために、どうしてもさ、ラスラスの期間だったからさ、ラスラスも練習してたからさ、コンサート期間で。こっちもやる機会多かったから、こっちこっちって思いながら。生ハムジローラモさん、ありがとう。すごいんだけど、なんか満開、ありがとう。
配信の最後に書かせていただくね。生ハムジローラモさん、ありがとう。そう、ラスラス、ラスラスです、こちら。冷凍前夜の嬉しい。まあ、ツアーでレクイエもやるとかやらないとかわからないですよ、私も。解禁されたのでね。なんか唇の皮がほにゃほにゃしてるんだけど、次のツーショットで私あのレクイエムっぽいお洋服を頑張って集めてレクイエム衣装風の日を作りたくて。君の全部が好きだ最後くらい忘れてラストチャンスラストダンス片思い笑ったその声も、うん、あれ一番はよよ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 よもういらないよ。2番。よよ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 よ。十時過ぎくらいまでにしようかな。とりあえずスープは絶対飲み切りたい。ちょ、唇の皮はピッてやってくるね。はあ、すっきり取れた。チャラララチャ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 恋の旅ですね。めっちゃ嬉しかった。嬉しい、ありがとう。リリちゃん、ありがとう。待って、カレンタソさん、なに？あ、眉毛を流しちゃったんだね。が、それはそれは戻ろう。よし、冷めちゃうから頑張ってスープもう一回食べる。待っててね。
ごちそうさまでした。全部食べた。とっても美味しかったです。イエイ。やったね。やったおいしかった。上手に作れたわ。栃木名物霜疲れありますね。霜疲れはね、2月3日節分の日にだいたい給食で出ますね。なんかすごいね、なんか霜疲れのお話あるんだけどね、ぜひ読んでいただきたい。何でできてるかとかすごいの。鮭の頭とか。ほめほめ。髪はリボンハーフツインかな。ナピアレンジ、ナピさんの。ぜひぜひインスタとか見てみてください。ねつきくん、ペンペンペンギンさん、ありがとう。花粉症ね、今日ね、ちゃんと花粉症のお薬飲んでたから大丈夫だった。でもやっぱズビズビはするよね、多少の。チビチビチャバチャバドビドビラバラバヤヤ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 って感じですね。ほめほめしてもらいたいです。ほめほめ。何、今日も一日頑張ったね。ほめほめ。どうしたの。10時半くらいまでにしようかな。10時半くらいまでやって、もう今お風呂沸かしてる、沸き終わったかな、からお風呂にぴょいと入るだけなので。お風呂が沸きました。今日はね、多分ないと思いますよ。ハムミーム気になり。10時15分くらいからタワー書かせていただきます。そうたくん、生ハムジローラモさんとリリちゃんで合ってるかな。ここに今卵がいた。おみえちゃんはね、明日早いもね、遅いも関係なくね、12時には絶対寝たいんですよ。なんか本当に眠い時ってなんかね、嫌なの。眠い、日中眠くなるのがすごく苦手なの。そうだから絶対12時とか1時、遅くても1時って決めてる。もう2時なんか絶対ダメって自分の中で思って、そう、なんかそうね、なんだろう、みんなさ、例えばさ、寝なくても意外といけますみたいな方も人によってはいるけど、みゆちゃんのようなアイドルはダメだから寝る、絶対にね、何があっても。でもコンサート期間で明日までにこれを覚えなきゃいけないって時はちょっと寝てない時もありますね。お仕事優先ですね。だってお誕生日ナナカとキラリンと一緒に26日の夜だから27になる瞬間をナナカとキラリンと一緒に過ごしたんだけど、そう、すぐ寝ちゃった。
嬉しい、通所会の写真を。マジ寒いと思ったら私暖房つけるの忘れてた。ポニョン。わかる、お昼寝もする、できるときはする。でも夜遅く、なんかメンバーで集まって一緒にゲームとかしてたときに気づいたらもうこんな時間はあるかも。でもみるちゃんはそれでもすぐ眠くなっちゃうからもうね、寝る。寝顔ショットはね、多分メンバー誰かしら1枚持ってるんじゃないかな。なんか前にその私の寝顔が本当になんか結構もうヘトヘトな日があって、とある日でもうね、なんかもうメイクも全部終わっていつでも行けますみたいな状態にして、でもそれでその時間まで寝てたの。したら目も口も開いてたの。上を向いて座りながら、だから上を向いて目と口が開いたまま寝てたの。したらなごちゃんにめっちゃ心配された。みるちゃん大丈夫？めっちゃ心配させてしまって申し訳ない。爆睡していました。みんな下疲れ聞いてくれ、下疲れ知ってるよ。ゆりかちゃん、くまみみ、ありがとう。てちおさん、ありがとう。もうちょっと15分くらいに書かせていただきます。寒い寒い。ちょっと暖房つけに行こうかな。前髪切ったよ。イエイエイ。まさやさん、くまみみ、ありがとう。暖房やっぱつけてきていい？寒いから。そうだよ、もうね、時は4月になるというのにさ。痛い、足をぶつけた。後ろ罰じゃない、罰じゃない、罰じゃなくてリボン。みんな罰に見えるの？見えなくもない。マルシュ食べていただきます。あ、間違えてフーってしちゃった。アミちゃん、クマミミ、ありがとう。これグミ。みんなロケンロ、YouTube の動画でもやっぱりユニットコンサートとかで、いくちゃんありがとう。
あのユニットコンサートとかでなんかリハやってるとあのみんながやってるところ見るからさ、オフショルニットとか例えば結構あの一部踊れるみたい、まあやにゃやにゃやにゃみたいな、にゃ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 とか、にゃ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 とかね、そうどこかしらちょっと踊れるみたいな感じ。見る点もピオニーズ踊れます。あたち見る点さまあちゃかねえたならならただにベイビーとらけちゃってキャッチミーダーリンピュアピュアここはふわりキュルキュルワンツー。なんか眠れない、え、サムチョク歌おうかな、目が乾く。え、でもこんなにおめかししててさ、歌ったら聞い取られちゃうかな。切り取らないでほしいんだ。今はね、今見てくださってるみんなだけに聞いてほしい。え、待って、オフィシャルじゃない、オフィシャルじゃない、アンチコンフィチュール入ってるよ。え、月下美人も入ってるよ。え、すごいすごい、え、めっちゃ入ってるじゃん。え、ちょっとアンチコンフィチュール聞いてみない。え、すごい、何バージョン、今なんとかバージョンって書いてあるんだけど、何バージョンこれ。わー、すごいで、ささやく寝ます、やめます。アンチコンシチュールはね、一人で歌うのにはね難しいですからね。まあ全部の曲そうなんですけど、頼むよ、絶対に切り取らないでくださいね、頼みますよ。サマーチャコI'm not afraid of the dark.
がランクしましたか？ね、悔しい。全部歌いたかったのに、もう一回頑張ろう。食後に歌うのなんか初めてなんだけど。ございました。20歳だから1回だけお酒って歌ってみたよ。けどやっぱり恥ずかしいや。まあ20代成り立てだからちょっとずつ。
な耳ありがとう。ほんまにすみませんでした。何が全然何がカラオケ配信をね。だってさ、カラオケ配信ってさ 100% の力を出せないんだもん。座ってるしさ、大音量で歌えないしさ、ライブみたいに。ね、みみこのみみありがとう。ね、ロンロラメなんだっけ、ライブだったらさ口を大きく開けて歌えるけどさ、ここだとね、ここの世界を歌っているので。という感じでした。コウタロウペンペンペン、ありがとう。タワー描きます。今日は犬ちゃんを朝描いたので犬ちゃんでいきます。犬よいしょ。いきます。そうたくんからいくね。ありがとう、そうたくん大好きだよ。ありがとう、そうたくん。ほめーわっ、ありがとう、ありがとう。世界で一番可愛くて本当天才好き、昨日もドキドキすぎた毎日ありがとう。こちらこそだよ本当に。そんなにみんな褒めてくれて本当に嬉しい。頑張れるよ。大好き、ありがとう。続いて生ハムジローラモさん。声がガラガラになっちゃったんですけど、みるちゃん、キャンキャンキャン、すごいお名前だね。みるちゃんも生ハム大好きだよ。生ハムジローラモさん、ありがとう。大好き。ありがとう。生ハムジローラモさん、ほめーわ。ありがとう。ありがとう。実は今日は私誕生日なんです。嬉しいです。お誕生日じゃ、お誕生日おめでとうって書くね。おめでとう。この地球に存在してくれて嬉しいよ。素敵な一日になりましたかね。なってたらいいな。おめでとう、お誕生日おめでとう、ハッピーバースデー、ありがとう。ケーキとか食べたかな。なんだかんだいちごのカスタードタルトまだ食べてないんだ。食べたいな。優しい、みんなおめでとうございますって言ってくれてるよ。続いてリリちゃん、リリちゃん、リリちゃん、ありがとう。リリちゃん大好きだよ。リリちゃん
ありがとう。ありがとうございます。ごめんね、待たせちゃって。初タワードキドキ、昨日のツーショット幸せって大好き、かわいい。初タワーありがとうね。もう本当にツーショット撮れて嬉しかった。宝物にしてね、大好き、ありがとう。この髪型は生写真では難しいかもだね。あの美容師さんが美容室でやっていただいたから限定かな。またいつかやっていただきたいね。可愛すぎる。こうやって見るとみるちゃんボブになったみたいじゃない。しません。続いて哲代さん、ちょっと字が汚すぎる。よかった、ちゃんと夜ご飯食べられて。今日さ、そう朝からスープとさ、ご飯ちょっととさ、あとプリンとココアとしか飲んでなくて、本当にお腹が空いてたのかな、わかんないけど、お腹多分空いてたから夜ご飯ちゃんと食べられてよかった。哲代さんありがとう。哲代さん大好きだよ。哲代さん褒めありがとう。お腹、お腹どころか全身が冷えましたよ。私はベローチで震えてたもん。寒いってスクショできたかな。哲代さん、ミルテのユニット曲全部好きっす。デート前夜レクイエム、ライブで聴けるの楽しみにしてやす。ありがとうございます。いつかできるかな、させていただきたいですね。ありがとうございます。嬉しい。おみるちゃんもユニット全部好きっす。ダンスはね面白くなっちゃうから、私本当にダンス見たいか、恥ずかしかったんだよね本当に。ラスト、いくちゃん行くよ。いくちゃんありがとう。いくちゃん大好きだよ。ありがとう、いくちゃん。ラブー、ほめー、ワン。ありがとう。幸せそうに歌う姿が可愛くてキルキルだよ。センターおめでとう。ありがとう、優しいね、そう言っていただけて。おめちゃんキルキルな人になりたいと思っているので、そう言っていただけて嬉しいです。ありがとう、嬉しい。そう、そんな感じです。嬉しかったです。今日も一日の終わり10時半、まだまだ大丈夫だ。30分でお風呂に入って11時過ぎ、そこから髪を乾かしたりスキンケアをして12時直前、明日までにやらなきゃいけないことをやって12時半、12時半には寝ます。絶対にちょっと今日 SNS を更新、朝インスタグラムしたのでよかったら見てください。ツイッターできなくてごめんね。また見ていただけたら嬉しいです。絶対に1時までに寝るんだから。この後も皆さんもお家のことだったりお仕事だったりお勉強だったり一緒に頑張ろうね。ランキング読んで終わりにします。13位ひかるさん、12位ももちゃん、11位さんちゃん、10位さくらもちもち、9位なおぴ、8位こうたろう、7位りつきくん、6位ぶちさん、5位いくちゃん、4位てつきょうさん、3位ドゥルルルルバン、リリちゃんありがとう。にんドゥルルルルルルバン、生ハムジローラモさんありがとう。1位ドゥルル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 バン、そうたくんありがとう。ありがとうございました。楽しかったです。みんなも今日も一日お疲れ様でした。とっても頑張ったね。もう寒いからあったかくしようね。みるちゃんは今日ね、コンビニでカイロを買おうと思って、カイロ買おうとしたらカイロが売ってなくて、1個だけなんか首に巻ける細長いカイロが売ってて、
それをちょっと首にはかけられなかったから、それを一日握りしめて過ごしていました。そんな感じでみんなも暖をとってお風邪とかね、ひかないように頑張ろうね。みんな大好き。じゃあ明日も頑張ろうね。おやすみー。